はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三菱 UFJ 銀行が6月13日より、ポンタポイントが貯まるサービス開始ということで、今回は三菱 UFJ 銀行とポンタポイントに関する情報ですね。この動画では、三菱 UFJ 銀行を解説をされている方、または、三菱 UFJ 銀行の口座を解説される予定のある方はですね、必見ですので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えする内容を大きくこちらの3つに分けてお伝えします。一応下の動画の目次で飛ばすこともできますので、気になるところから見ていただいても大丈夫です。で、まず1つ目なんですけども、こちら三菱 UFJ とポンタということなんですけども、まあ先日ですね、ちょっとニュースで上がりまして、三菱 UFJ 銀行を使ってると、まあ条件をクリアすることでなんとポンタポイントが貯まるということが発表されました。これちょっとびっくりしましたね。 で、詳細に入っていこうと思うんですけども、こちら公式ページからそのまま引っ張ってきました。2021年6月の13日から三菱 UFJ ダイレクトでポイントサービス申し込み開始ということですね。まだちょっとこのサービス自体発表はされてないんですけども、ある程度の詳細な情報自体がもう発表されてました。 それがこちらの通りなんですけども、まあそれぞれですね、一つ一つ見ていこうと思います。真ん中に出てる通り、取引するほどポンタポイントが毎月貯まるということで、まずこちら、三菱 UFJ ダイレクトログインということで、毎月5ポイントが貯まると。 で、内容とすると、月内に一度でも三菱 UFJ ダイレクトにログインすれば対象ということですので、まあもちろんね、普段からメインバンクとしてこの三菱 UFJ を利用されている方は、まあこの条件は誰でもクリアできるのかなと思います。まあただね、ログインすればいいだけなので、口座を持っている方でもいいのかなと思いますね。次二つ目はこちらの三つの種類なんですけども、口座振り替えと三菱 UFJ デビット、そしてクリストカードなんですが、これらも月10ポイントずつ、ポンタポイントが貯まります。で、下にも出てる通り、月内に一度でも、 三菱 UFJ デビット、ビザ j c b のタイプですね。クレジットカードと投稿が定める口座振り替えの引き落としがあれば対象ということですので、 もしこれに該当してれば、ポイントが貯まると。で、ここにも出てる投稿が定める口座振り替えということなんですが、どんなものがあるかと言いますと、こんな感じですね。ポンタポイント加算対象となる口座振り替えということで、エコ通帳の入出金明細、もしくは通帳の適用に以下記載のある口座振り替えが対象となりますということですので、まあ、下にも出てる通り、口座振り替え以外にも、電話、水道、電気、ガス、税金であったりとか、年金の支払いとか、保険とか、まあ、先ほどお伝えしたクレジットとか、デビットとか、こういったものが該当するということに になりますんで、まあ普段からね。引き落としとかをこれに当ててる方は先ほどお伝えしたまあ、月に10ポイント貯まっていくということですね。まあ、ただ設定するだけで貯まるのであれば、それはそれで結構お得というよりかはなんかもらってラッキーという感じはしますよね。で、ちょっと飛ばしまして、右下の住宅ローンの場合なんですけども。こちらは月に50ポンドポイントが貯まると。 で、条件としたら、月末時点でお借り入れ残高がある場合は対象ということになります。で、実際にポイントをもらうスケジュールなんですけども、まあ、下の部分ですね、ポイントって書いてるところなんですが、とりあえず、今年の6月の13日からポイントサービスの申し込みっていうのがスタートします。で、6月から使い始めた方の場合は、6月の末に判定がされて、7月の末頃にポンタポイントが加算されるということですので、まあ、とりあえずね、この銀行普段から利用されている方に関しては、このポイントサービスが申し込み、 開始した時点でもうすでに設定することがいいのかなと思いますまあ、取り逃したら取り逃したら、まあ、数十ポイントかもしれないんですけどもちょっともったいないですよねで7月の場合に関しても7月末で判定がされてこれも8月末頃に加算されるということになりますまあ、今回ですねこの三菱 UFJ 銀行でポンタポイントが貯まるということを記念したいなのかどうかっていうのは分かんないんですけども今現在ですねこちらのキャンペーンが開催されております三菱 UFJ ダイレクトへのログインで漏れなくポンタポイント 200ポイントが先着10万名様にプレゼントということになりますんで、とりあえずログインをすればいいという感じなんで、この講座を持っている方、そしてポンダポイントの ID 持っている方はもうサクッとできます。でですね、ちょっと実際のキャンペーンページを見ていただきたいと思うんですけども、こちらが三菱 UFJ 銀行の三菱 UFJ ダイレクトへのログインで漏れなくポンタポイント200ポイントプレゼントということですね。で、キャンペーンの期間なんですけども、すでに始まっておりまして、2021年の1月の22日金曜日から2021年 年の3月の月日日土曜日までとなっておりますななののののででねこの動画を見た後にサクッとと行うのがいいのかなと思いか思ますですけども、今回この対象のお客様っていうのが決まっております。以下のいずれかの条件を満たしたお客様ということで、まず一つ目、2021年の7月の1日水曜日から同年の12月31日木曜日に、三菱 UFJ ダイレクトインターネットバンキングのログイン実績がないということですね。それがまず一つ目、次二つ目、2021年1月1日金曜日以降 に三菱 UFJ ダイレクトを新規でご契約された方ということになるのでこのいずれかどちらかをクリアすることによって条件がまクリアというよりかは対象の方になるということになりますまあ、僕自身に関しては持ってはいるんですけども正直ログインはやってない気がするので 多分これには該当するのかなってギリちょっと思ってるところではあります。なのでもしですね、三菱 UFJ の銀行がもう眠ってる方はですね、このタイミングで、とりあえずポンタと連携しておくのがいいのかなと思いますね。で、やり方めっちゃ簡単なんですけども、とりあえずこの参加登録ってのがこのページにあるんですけども、それを実施すると、そして三菱 UFJ ダイレクトインターネットバンキングにログインすることになるので、やり方としてはめちゃくちゃ簡単ですね。で、今回当たるのは先ほどお伝えしたように、特典内容として先着10万名様に200 ポンタポインイトトがプレゼントされれるとこれはお一人様1回限りで、すねで2021年の3月末頃に登録いただいた、ポンタ、会員 ID をポイント加算しますということですので、まあ、200ポイントとは言えど、やるどこやることがめちゃくちゃ簡単なので、もうサクッとやっておくのがいいのかなと思います。で、実際のやり方なんですけども、同じページのちょっと下の方に下がると、こんな風に入力するところが出てきます。お名前と、お名前のかな、そしてメールアドレスと、三菱 UFJ ダイレクトの天番、で、講座番号、そして、ポンタ、 の id ですねポンタ会員 id これらを入力してこういったところにチェックを入れて内容確認画面に進むとそしたら確認のメールみたいなのが届くのでそれで参加は完了ということになります一応僕も申し込んだんですけどもまあ、もらえたらラッキーかなみたいな感じでとりあえず申し込みましたなのでねもし先ほどお伝えしたこの対象のお客様に該当するかどうかですねご自身でチェックした上でぜひ参加してみてもいいのかなというふうに思います 以上が一つ目の三菱 UFJ とポンタについてでした。続きまして、エコ通帳を切り替えということなんですけども、今回ですね、まあ、エコ通帳を切り替えることによって、こういった特典がありますよということで発表もされました。まあ、いわゆるその ATM とかの手数料に関することなんですが、今下にも出てる通り、エコ通帳、インターネット通帳を利用した場合、三菱 UFJ 銀行の ATM は何回でも0円なんですけども、提携先のコンビニ ATM とかであれば、1回までであれば0円で利用することができたりするので、 ま、結構ね、世の中的にエコ通帳結構押してたりはするので、このタイミングで切り替えてもいいのかなというふうに思います。もし切り替える場合ですね、紙の通帳からエコ通帳に切り替える場合、こういったキャンペーンが去年から開催されてます。エコ通帳に切り替えて、漏れなく1000円プレゼントということで、僕の動画でも結構前に紹介したことがあるんですけども、これのキャンペーンも、このキャンペーンも結構長く開催がされております。まあ、エコ通帳にね、切り替えたりすると、最長10年分の明細が見れたりとか、紙の通帳より管理が楽で便利とか、で、ATM の手数料 無料ととか、まあ、そういっったたねメリットもあったりするとキャンンペーンの期間なんで、すすけども3月の15日ままで開催されておりますでこのキャンペーン参加するためには、この対象のお客様というところがあるんですけども、これに該当される方は参加してみてもいいのかなと思いますね。で、特典内容は漏れなく1000円プレゼントということで、一応ですね、全員もらえるわけではなくて、先着10万名様ということで決まっているので、これに到達したら終了するということになります。で、もしですね、エコ通帳を切り替えた場合は、1年間このエコ通帳自体の解約はできませんので、気を つけてくださいちなみになんですけども、僕も結構前の動画で紹介した時に、エコ通帳を切り替えた1000円っていうのはしっかりと振り込まれました。これは去年の3月の26日に振り込まれましたね。エコ通帳キャンペーンということで、しっかりと1000円が入りました。なのでまあ、紙の通帳はね、紙の通帳のいいところっていうのは全然あるんですけども、あんまりその紙の通帳じゃないといけないっていう理由がない方に関しては、 ま、今回のタイミングでね、エコ通帳に切り替えて、サクッと1000円もらってもいいのかなと思います。以上が2番目のエコ通帳切り替えについてでした。最後3番目、休眠口座1320円の定数料ということなんですけども、これはちょっとネットからですね、ニュースを引っ張ってきました。この1320円が発生するからくりなんですけども、どういったことかと言いますと、まあ、一部ね、記事を抜粋して簡単にまとめました。 この三菱 UFJ の銀行を2021年の7月以降に口座開設をした方が対象となるみたいです。 で、そこからですね、その銀行を使って2年以上利用してない場合に関しては、なんと普通預金口座に年1320円の手数料が発生するということになります。これはちょっとね、ネットの記事から引っ張ってきたので、公式にどんな風になるのかっていうのは、今のところちょっと出てはなかったんですけども、おそらくこうなるであろうということで発表がありました。なので、もしかすると変わる場合もあるかもしれないですね。ちなみに、今回こういった風な手数料がかかる理由としたら、その犯罪に悪用されやすい 未利用口座っていうんですかね。を減らして取引の活性化を促す狙いということでしたので、まあ、この手数料を発生させることによって、まあ、ご自身のね、口座を守ることができればもちろんいいんですけども、まあ、この手数料が発生することし、 上で、口座解説をされる方っていうのはちょっっってていいいうううのののはははちちょょと謎なととどどんんななああままりり多かか謎こでですよねで僕の場合なんですけども、僕が結構若い頃にそのお勤めしてた会社が三菱 UFJ 銀行じゃないと給料振り込むことができないっていうことが言われて、その時に若い頃に作ったままの状態で持ってたんですよ。なので、もしかするとそういった方も中にはいらっしゃるかもしれないので、2021年の7月以降に口座解説をされた方はね、まあ会社の付き合いとか会社の都合で、 作った場合とかもあると思うので、その時はこういった1320円がかかる可能性もあるということを頭の片隅に入れておくのがいいのかなというふうに思います。まあ、そんなこんなで今回は三菱 UFJ 銀行に関する情報を大きく3つに分けて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、今回のね、このポンタポイントが溜まるっていうのはちょっと意外でしたよね。まあ、そもそもこの三菱 UFJ 銀行と AU の自分銀行が確かあれでしたよね。 振込手数料が無料で取引ができたりするので、まあそういった関係ももしかしたらあるのかもしれないですよね。もし間違ってたらすいません。で、一応ですね、今回お伝えしたこの3つに関する公式のリンク、そしてネットの記事、参照したリンクもですね、概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。